え、なになに？って言ったら、その電話の向こうからやだ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 、一人暮らしですよ。え、なにって思ったら、本当に寝てる子の肩を男性の手がさすって触ってセコハラだ。じゃあ、おぎりこたえかです。皆さんこんにちは。なんとはい、階段怖い話を仕事にしている吉田裕樹と申します。はい、で普段はクラブの DJ やってはいるんですが、階段が好きでいろんな場所でご案内をさせていただいてます、響きと申します。お願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 なんと今日は大事なお知らせがありますが、9月27日、怪談のゲストとしてさせていただきます。ありがとうございます。で、怪談って、何でしょうかね。どういう怪談イベントかというと、まあ、我々も2人いるんですけども、はい、4人のおじさんたちが、怖い話をして、美女を怖がらせて、あ、美女、あ、楽しむ。日本の怖い話はね、でも結構流行ってますよね。あ、もう日本は、はい、はい、結構ビビってます。あんまり見えないんですけど、結構ビビってます。やっぱり日本の怖い話は怖いですかね。そうです。そう、私なんか昔実は同じようなイベントやったんですよ。怖い話をして美女たちを、はい、アイドルの子たちを怖がらせるっていう、はい、もうあれは 7,8 年ぐらい前になるのかな。その時に美女の側で出てくれたのがマネージャーの桐山さんなんです。あ、本当？すごい。マルチですよね。初めて会ったんじゃないっていう。あ、そうなんですけど。久しぶりの再会。あ、なるほどですね。今日は初めてではないです。絶対ビビるんですよ、桐山さんは。いや、でも桐山さんの階段が一番怖かった。ですよね。私の話よりも桐山さんの怖かったですよ。それなんだけど、確かなんかね、まあタレント活動をされている中で、いかに自分の部屋で、一人暮らしの部屋で寝ようかな、明日朝早くしようかなと思ったら電話かかってきた。なんか男友達にね、多分タレント仲間の男友達から電話かかってきて、あれなんだろうと思ってたら、俺女の生き量に取り憑かれちゃったからそっちに飛ばしていい？できないってきて、え、なになにって言ったら、その電話の向こうからやだ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 、ずっと息ったりやって、やめちゃうって来たんです。そう、で、まあ、変なイタズラするなと思って寝たんですけど、朝起きたら自分の部屋のこの姿見の大きい鏡、そこにあるよね、大きい鏡が割れてた。はい、何にもしないんですよ。その前にだってテーブルとかがあるんだから倒れようがないのに割れてる。と思って、まあまあでも朝早い仕事があるからすぐ出ようと思って荷物チェックしたら自分の手鏡が割れてる、ハンドミラーも割れてる。と思って、あ、これやばいな。でも仕事で鏡は絶対必要だから、仕事行く途中の100円ショップで鏡をまた買い直した。で仕事場に向かっている途中にふと気になってみたらその鏡が割れてる。で都合何回、なんか5回6回鏡を買い直したっていう話を聞いて、でそれを聞いた時私は、あ、それは正解だったんです。鏡を何回も何回も買い直してよかった、だから助かったんだよ。でその男友達に生き霊を飛ばされて、ゴーストを飛ばされてるわけです。で取り憑かれてる状態で、多分その鏡っていうのは自分を映すもんだから、その生き霊の方は桐山さんと勘違いして鏡を攻撃したんです。その日ずっと攻撃し続けてるんだけど、でも桐山さんその何も分からずに、分からないまま仕事に必要だから5回も6回も鏡を買い直して、それ全部割れちゃってる。ってことはそれをやってなかったら多分あんた死んでたよって。やばい、頭いいね桐山さんは。でもなんか変とも思わなかったの？思ったよ。思ってたでしょ、最初。6回目だよ。そう、いや、すごいいい話を聞かせてくれて、実は桐山さんの話が一番怖かったっていうイベントだったんですけど、ね、なんかちょっと怖いな、ちょっとね。鏡ってやっぱ怖いですよね。やっぱこう鏡越しに幽霊が来るって話が結構あって、
あるんですよ。で、僕も昔友達の女の子が一人暮らししてたんですけどね、家で寝てたら、うん、横になって寝てるじゃないですか。そしたら後ろから人がスーって布団の中に入ってきて、キラキラしたらしいんですよ。で、一人暮らしですよ。え、何と思ったら、本当に寝てる子の肩を男性の手がスーって触って、セクハラだ。そうなんですよ。セクハラだ。で、その子がだからやめてっつって言ったら、その手がふっと引っ込んだらしいんですけど、それが何日か続いたんですよね。で、何これ怖いと思ってたら、その子の家にも姿見があるんです、うん、で、その姿見がいわゆるこう置いてあるんですけど、その鏡の先には窓ガラスがあって、外の道路があるんですよね、うん、である時あまりにそれが続くんで、まあ、知り合いのまあ霊媒師さんにちょっと霊感のある人に相談したら、鏡を外に向けて置いちゃいけないって言われたらしいんです。外を歩く幽霊が鏡越しに部屋の中に入ってくる。あ、そういうこと？っていうふうにその方は言われたらしくて、だからやっぱりそういうのってこうついてくるとか入ってくるっていうケースがあるのかなっていうのは聞きましたね。ああ、よく聞くのが、寝ている寝室のベッドの、うん、寝ている自分が寝ている姿を映るところに鏡を置いちゃいけないっていうのは、ね、なんかお母さんもなんかめっちゃ言われてて、そう、うん、で、私のベッドのちょうどベッドの目の前に3つの鏡があるんですよ。そう、絶対入らざるを得ない。そう、3つがあっててさ、うん、多いなって思った。自分も。え、それは今でも？今でも。やめた方がいいよ。いや、ですよね。だからでもお母さんはね、よく鏡をやっぱりなんだっけ、上に例えば服着たりとかね、なんか隠すようにしてくださいよってよく言われてたんですけど、それをずっとしないままにずっとパパパパで鏡ばっかり。だから今の日本人はしないけど、昔の日本人はやっぱ鏡は布で隠すよ。あ、布で隠す。あ、そうそうそう、あれはやっぱり良くないから。あ、なるほどですね。結構やばいじゃん、うん、いや、私はね、幽霊が見たことあるんですよ。さ、自分の家。やっぱりほら、そういうことしてるから。え、どういう幽霊？で、それはね、鏡だったんですよ。ああ。で、去年はね、お母さんはなんか、なんでわからないけど急に日本に来て、うん、なんか、私はなんか お母さんが必要みたいになんとか言ってたみたいんですけど、うん、私は別にお母さんが来なくてもいいと思ってて、だからそこはね、なんか言うわけではないから。でもなんか彼女は急に、いや、ちょっともう今から行く、ほんと1週間の後で来たから、うん、なんかおかしいなと思ってて、で、私の家が見た時に何が感じるって一番最初言われたんですけど、ゆり子ちゃんは本当何も感じないのって聞かれて、うん、いや、確かになんかたまに一人暮らしではないってな感じはするんですよ。いや、もういいじゃん。そう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 、ではないなと思ってて、で、お母さんはよく幽霊とか結構スーパーちょっとイスパっぽいっていう、いろんなものがイスパっぽいから、特に彼女が来てしまうともっとやばいなって思ってて、で、一回すごくはっきりしたの曲が覚えてるなんですけど、お母さんはシャワーのところにシャワーを浴びてたんですね。で、シャワーを浴びながら、私はそのシャワーの外の鏡のメイク直したりとか何かして、で、急に私の後ろのちょうどシャワーのドアのところにタオルが貼ってありますね。で、チューニーがはっきり覚えてるのは、私は鏡見た瞬間に、その自分のタオルが上から誰がパッてした。で、はっきり見、で、上これをかけてるわけではない。はいはい、ここだから、どうやってここから取るのってなんか、そうか落ちてる。だから、お母さんだと思ってたんですよ。はい、今お母さんは出た？うん、出てないよ。いや、ちょっと出たでしょみたいな感じで、いや、出てないんですよって。で、なんかそれが外ビビって、でもはっきり確かにお母さんではない、なんか30歳ぐらいの女の子の遅い、すっごく遅めの髪が黒くて長い、細いめっちゃ遅かった。そう、怖い、うん、で、なんか確かにそう見て、なんかお母さんもね、怖いなってなんかになって、で、ちょうどその時はね、地震が来たので、地震が来て、あ、もうエレベーターでもう1階に降りようかなって思ったら、それ一番怖いのは、そのエレベーターを呼んでしまって、ドア開けたら目の前が似てるような女性がいたんですよ。遅くて30歳の、髪が黒くて背が高い、
で、お母さんもすごくビビって、で、まあ、きっと上、何階上に住んでる女の子なんですけど、こんなに行ってさ、ありえなくない？その時はバッとびっくりして、まあ、一応生きた人間だから、まあ、そう、まあ、上に行ってもらったって感じだよね、エレベーターは。でもなかなかないじゃん。生きた人間なんですかね。生きて人間、うん、人間、本当人間だったなんですけど、はい、似てすぎて、で、大体、エレベーターを呼ぶときに誰もいないんですよ。うんうん、2つもあるし、うんうん、なんでって思ってて。そんな偶然、ね。いや、ちょっと交通偶然がなくて、で、お母さんはね、その時はやっぱりもう心配になったから、で、私はね、寝てるときに誰かと喋ったりとか、ちょっと慌ててよくね、まあ、睡眠がよく悪いって言われて、ってたんですけど、なんでってだからだよね。お母さんもなんかそれを心配して、そう、突然来たわけでしょ。そう。で、その日にたまたまそういう感じ。絶対なんかあるよね。その女もやばいかも。いや、私はでもなんかそのなんかユリアは別にすごく怖がいわけではなくて、うん、本当どうでもいいけど確かにちょっと感じるからちょっと嫌だ、うんって思ってて。幽霊、幽霊ならいいんだけど。生きてる人間の生き霊っていう。え、何？生きてる人間のゴースト。嘘、いるの？だからその細い女の子そうですね。桐山さんだってそれに取り憑かれたんだよ、はい。生きてる人間のゴーストは怖いよ。なんか我々が怖がらせられてる。なんか逆なんですけど、途中から何度か感づいてましたけど。あ、そうなんだ。すいません。そっか。でも今まだいっぱい鏡があるけど、ちょっとね、直した方がいい。私の財。私の。かぶせ、布をかぶせてね。そうですね。あ、そっかそっか。はい、そうします。はい、はい、知らずの、その我々が登場するイベント、怪談イベントがあって、でまたねこの2人はまだ全然下の方なんで、気持ち悪さで言ったら、はい、やばい、もっとやばい2人が、田中俊之さんと板子28号さんっていう、はい、もう我々じゃお呼びもつかないくらい気持ち悪い怪談おじさんが登場するので、で、女性たちも美女たちもまだ、はい、他にも登場します。そんなイベントが美女と怪談獣っていうイベントして、9月27日午後13時から配信スタートですね、はい、でこれはロフトプラスワンのイベントなので、ロフトのページでチェックしていただければいいと思います。美女と怪談獣、まあ、ロフトとかで検索すれば出てきます。はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いしま す, いやちょっと楽しみです。もっと怖がらせますか。やばい。いや、ちょっと待って、やばい。そういうのやるとついてくるって言いますからね、こう。じゃあ、もう、おかげ的なもの。絶対行きます。はい。だそれはやっぱちょっと確保してもらわないと。そっか。はい。ちょっと守りを買いに行きますよ、この後。ダメ。なるほど。守り持ってきちゃダメ。あ、ほんと？出さないと。幽霊を。嘘。もう。何？筋肉か。筋肉だ。筋肉ではない。筋肉の。あのネックレース。何それ？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 はい、はい、まあ、はい、ちょっと準備しておきますので、よろしくお願いいたします。はい、待ってます。チャオ。